はい、お疲れ様でございます。ゆくゆく選挙チャンネル、いくちゃんです。今日も動画始めてまいります。と今日の話題はですね、えー、木原副官房長官ではございません。えー、岸田内閣です。多少ね、えー、木原さんには触れますが、あね、支持率低下の止まらない、えー、岸田内閣についてお話しいたします。ということで、岸田内閣自民党、支持率低下のわけは ということですね。あ、これ、7月29日ですね、今日ね、失礼いたしました。えーとですね、ここのところの出来事、まあ、年末からですがあー、大雑把に並べてみました、えー。内閣、それから自民党支持率低下のわけということで、えーまあ、防衛費を増額しますよと、それと千葉5区の衆院補選、はい、あーと LGBT 法案を通したことと、対韓外交、 広島サミット、翔太郎君ショック、それとマイナンバーカード、今ね、トラブってますね、と河野大臣が対応がちょっと雑だよとで、木原副官房長官がスキャンダルから始まり、今ちょっと笑えない出来事まで至っていると、で移民推進政策というのは、まあ、引き続きですけどね、これ、安倍さんの頃からずっとですが、これをさらに加速するということをおっしゃっておりますと。 でサラリーマン増税ということが言われていましたが、火、ね、消しに走りましたね、はいで。福島第一原発の処理水の件も今ね、えー、お隣の国でやんややんや騒いでますね。でまずですね、えー、ちょっと項目を分けていったんですが、まず、う新米墓地、中、まあ、米ですね。 バイデンの指示に従っているということで、防衛費増額、これを増税で賄うようなことを言っていましたが、その増税自体は今回は見送るようなことを言ってますね、ひとまずね。でえー、あと、対韓関係ですね、ホワイト国に戻す通貨スワップも再開する、シャトル外交も再開すると。はい、これらですべ、ね、て、で一応、アメリカの民主党、バイデンの支持であるということがばれてしまいました。 まあ、防衛費増額っていうところは、前々からまあ懸念があったから、ああれね、バイデンの,あのアメリカの民主党の、ねえー、支持が100%ということではないんでしょうけど、まあ、それらは大きく影響しているということが、あバイデン自体がです、ね、あの地元の選挙ですね、アメリカでの,その選挙活動でスピーチしてしまいましたねでバイデンさんっていうのはですね。 なこれボケてんだかわざとなんだかわかりませんが、いろいろばらしてくれてですね、大変今面白いことになっています。この2件はホワイトハウスの書類に残っています、まああの。英語がわからなくても、私みたいに英語わからなくても、えー、Google 翻訳なり、ChatGPT に載っければすぐにきれいに訳してもらえますのでよくわかります。これはちょっと以前の動画の方でも上げています。移民推進を おもうね、えー、さらに加速するようなことをおっしゃっていると、えー、ちゅいくら中東から帰ってきたにしたって、UAE を例えることはなかろうにということですね、まあ、前回のカタールのワールドカップで大変ひどいことになっていたということを、ですね、えー、皆さん、お忘れではないでしょうと、えー、あの向こうではもう本当に高温になるから、あのその中で作業させられると、命に関わる場合があると。 自国,自国民は働かせないが、そういうところで外人働かせて、えー、亡くなっちゃうことも,あもう珍しくないと、そんな国を例えて、えー、日本も移民を入れるなんていうのはね、恐ろしいこと言ってますよね。で、実際に、えー、川口や渋谷で暴動が起きている、これはもうある民族ですね、はい、ある国のある民族。と、農作物の窃盗、あまあ、山梨県の桃がよく盗まれてますね、で東北もそうですね。 えー、それと、神社を、それからさ銭箱を壊したなんてこともありまして、これはイス,もうイスラムですね。えー、アンラーだけだから、神様はアンラーしかいないということで、日本の神社をぶっ壊したと、まあ。こんなことが起きてるわけですよ。それとですね、私がもう一番もうこの時です。もうこの時にもうしばらく自民党には入れるのをやめようと思いました。えー、千葉国区の衆院補選で中国人の機械性を、 候補にしてしまったと、えー、公認候補にしてしまったと。で、えーえー、めでたくですね、エリー・アルフィアさんが当選なさったと。で、これはですね、自民党が、ですね保守政党が中国人の機械一世を公認候補にしたことで、えー、これ公募だとおっしゃって、一応ね、立て付けは公募、建て前か、建て前は公募ってことになってるんですが、えー、お父様はですね、ニトリの執行役,役員で、 でなおかつ、そのニトリからは、えー、通算で2000万円の献金が自民党に対してなされていると、はい、それもですね、あのー、献金はですね、あのーこ、ネットの方に必ず載りますので、これも書類があります、はい、それとお、大学の先輩である河野デジタル大臣が推薦しているということは、これも明らかです。はい もう私はこの時点で、もう自民党は入れないと決めました。それとマイナンバーカードの不手際。私はですね、これはまだ比較的軽い方で考えていて、まあね、1億枚も発行するんですから、何千枚かぐらい間違えるでしょうというのは、手打ちですからね。えーだれ、ね、あんまり綺麗じゃない字だ。まあ、プリントしたものなのかなちょっと原稿はわかりませんが、すごいスピードで手打ちしていく中で、 まあそれぐらいの数は間違えるでしょうっていうのが、統計的にも正しいらしいです。だから、時間はかかっても、もうちょっとあの正確な方法を選ぶべきだったのか、ちょっとシステム設計の部分で間違ってるなあという気はします。それはあの私の知り合いの,あのプログラマーも言っていました。 はい。で、これはですね、合わせて河野大臣がですね、国会で非常に雑な答弁をしていて、これが反感を買ってますよね。火に油を注いでいるということですね。ただ、すべてこのデジタル大臣だからといって、河野さんにすべてをっかぶせてるというところで、厚労省と経産省の責任はないのかよというのは、まあ、素直な疑問ですね。から、LGBT 法案。 えー、もうはいこれはもう決定的ですね、あのエリ、えー、アルフィアさんに続いて、しばらく入れない、しばらく地味には入れないが、もうこれを見てからもう二度と入れるもんかという気持ちになっております。えー、これは党内でも全然議論が深まっていないと、でなおかつ賛成の方が少数意見だったにもかかわらず、うーこれは官邸が主導と言われています。えー、官邸主導で、えー 強引に採決まで持っていったとで。その党内の採決は、ああのとその党内の党議拘束がかかったと、国会での採決の再反対に回った場合はああの、ま、党から何らかの罰があるとっていうことは、次の選挙で公認しないとか、まあですね、あの生命線を握られてるから、しょうがないだろうということで、従えよということで、皆さん、しょうがなく従、反対の方もしょうがなく従っていると。でこれはですね えー、アメリカ大使のこの頃はエマニュエル大使がですね大騒ぎしてました、あの日,本その日本の議員をアメリカの大使館に呼んで、えー、賛成するように働きかけていました。はい、それとお、まあこの、この法案に積極的な公明党に、まあねえー、連立与党の公明党に忖度したとも言われています。はいまあ、これのいずれかなのか、それともすべてなのか、そこはよく分かりませんが、 とにかくあ、この法案を通してしまい、ちょっと、おこれはね、今、世の女性に、からも、ちょっと評判の悪い法案になっています。から、ザラリーマン増税、えー。配偶者控除をやめるとか、退職金に課税する通勤つ、それから住宅手当て、こういうところにも課税すると。から、社会保険料をアップするなど、 おー増税、えー、要は、まあ、増税に値することをしていると。で、えー、株式投資を進めている場合に、その利益にも課税するということで、これはひどい話ですよね。<laughs> なんかあの、ヤクザが、あのトバ鳥羽に呼んで、えー、でそこでねあの、入場料を取ってるみたいなね、そ,そういうひどい話ですね。<laughs> お前、勝ったところからよこせっていうことですからね、うんなかなか時代劇でもないようなひどい話ですね。 それと対中姿勢が非常に弱腰であると、福島第一原発の処理水にクレーム入れられている、でこれの払い瀬に海産物の輸入を厳格化されて、向こうの港で、まあ、あの放射線の検査があるからといって、長く止め置かれ、そのうち、まあ、生ものですからね、ダメになってしまうと。 それと、あちらに進出している日本の企業の、まあ、技術者なり、その社員が帰国しようとすると、空港で寸前のところで、まあ、引っ張られるとで。そのまま軟禁されてしまうと。そんなことが多発してるんですよね。で、えー、最近、まああの、キャノンとフジフィルムが中国から撤退するということをがニュースになっていましたが、あのー カメラではありません。複合機あの、コピーとープリンターとファクシミリが一緒になっている機械、まあ、どちらの会社にでもあるものですが、これ、日本の技術というのが大変優れていてあの、1分間に何百枚もプリントできるような、そういう技術っていうのは、あ日本とアメリカだけなんですね。でほとんどが日本の,の企業で。 中国にはこれがないとでこの技術が欲しくてしょうがないということで、えー、これから開発するときはすべて中国で行ないとということはあの、全部ノウハウ開示しろということに他なりませんので、えー、元に戻って、えー、キヤノンと、えー、フジフィルムは撤退ということなんですねで。広島サミット、これは広島サミット直後、支持率があ、ね、激しく上がりました。はいはい、その後 まあ、あの翔太郎君の忘年会写真問題で、えー、冷や水を浴びせましたが <laughs> あ、まああのー、評判を上げた広島サミット、ところが、えー、木田さんは、まあ、日本の首相ですよね、それが地元を重視してしまったと、はいえー、それから、えー、核なき世界というのを提案だが紙をペーパー、なんか丸々1枚使ったそうなんですが、まあ、あの国々の中で核なき世界言ったところでね、 えー、ちょっとどうなんでしょうねで。日本自体もその核の一応ですよ、本当はその傘なんて幻かもしれないということですが、一応傘の下にいるということなのに、それを否定するってどういうことなのっていう、その事故の矛盾っていうのはないのかしらと。で、えー、原爆資料館に、えーね、その各国の代表を招き入れたであるとか、あと、まあ、ゼレンスキー大統領を呼びましたね。ここういういところで えー、まあちょっと評判を上げていたんですがこれは後に分かったことですがウクライナの復興にやっぱこれから大変なお金がかかるとアメリカもヨーロッパももちろん出すんですがず,ずいぶん日本,に多く日本が多く出すということにどうやら決まりかけているようで一説には20兆円と言われていますで、この20兆円をひねり出すために増税を目論んでいるということなんですねまあ増税だけで20兆もあかないのか知りませんけど えね、今年があの過去最大の税収だということでの71兆ですが、そ,それに対しっては20兆って税増税したくらいで簡単に上がる額じゃないですよね。まあ、もちろんあの国債発行するんでしょうけど、まあ、そんなことがありまして、今となってはサミットもあんまり評価するに値しないものかなと思います。<laughs> と木原副官房長官ですね。えー、初めのうちはまあ不倫している。 浮気しているで外にも子どもがいてそ、家庭があるっていう、ね、ダブルスタンダードじゃないや、ダブルホーム、ダブルホーム、ダブルファミリー、そんな感じになっているということが、あ大変おさかんだということが、えー、週刊誌にすっぱ抜かれまして、えーね、そちらの反対側のご家族と一緒にディズニーランドに、ね、遊びに行っていたということが写真付きで、はいえー、抜かれてますね。 でまだまだここまで良かったんですが、えー、今起きていることはちょっと笑えない事件で、えー、今の奥様の、えー、前の旦那様、まあ、奥様、最高なんですね、この人ね、子供2人いて再婚して、で、えー、その前の旦那さんがあー自殺しているということだったんですが、どうやらそれは自殺ではないと、事件性があるんではないかということを、週刊文春がここのところ、数週にわたって取り上げていると。はい でえー、最近はだんだん証人のか、ねえー、人も出てきまして、昨日ですね、記者会見がありましたがあ、大変大にぎわいと、とうとうね、事件の名前がついてしまいました。木原事件、木原事件ということで、これが通り名になってしまいましたで。岸田首相ご本人がですね、やっぱ大変外からの攻撃というか、私的に弱くて、 去年の春かなあの、佐渡金山をユネスコ登録するというときにこれ、取り下げようとしたんですね。これも韓国からあの攻撃を受けて下げようとした。で、今も保険証の件で、まあ、ミスもあったんでしょうが、まあ、河野大臣は突っぱねていますが、岸田さんがあ今までの紙の保険証の使用期限というものを延長してもいいかなみたいなことがそろそろニュースで流れ出していると。ここういういところはやはやりあの 自分に信念があってやってることではないので、こう非難されると、ね、引っ込めちゃうんですよね、まあ。ポーカーでもそうですよね。自信がないと引っ込めちゃうっていう、降りてしまうっていうことですね。えー、あと、支持率はいずれ上がるというね、こののんきな発言にも、あのー、皆さんちょっとお怒りのようで、これにも本当やっぱり主義主張が感じられないと。で、まあ、最終的にはあ、ここのところのやり口を見ていて、 自民党が保守だったっていうのは気のせいでありその選挙前だけ保守になるんですね実はリベルあの極めてリベラルな政党であったということがよく分かっていますでここまで来て何一つ上がる要素がないんですね、はい、あの少しあのプラスであった広島サミットの件はとっくにも、ね、消え去り、えー、ここのところの印象では何一つないんですね右から見ても左から見ても 保守、えー、から見てもお、リベラルから見てもいいことがさっぱりないと、でこんなのをね、ところで、なんでね、いずれ支持率は上がるってのんきなことを言っているのかというと、唯一、こちらが言われているんですね、こちらも今、あのー、政治系の評論家の方とか、記者の方が言い出しましたが、えーえーね、ノースコーリアですね、ノースコーリアの拉致被害者の方々の返還があるんじゃないかと、返ってくるんじゃないかと言われている。 でもこれは実はあの裏があって、えー、2名のみ。で、これを最後にもう拉致のことを言わないでねっていうのを北朝鮮がそれを条件としている。はい、ノースコーリアがそれを条件としている。ね。えー、これね、この件もアメリカ経由で頼んでいるそうです。で、あのバイデンに、バイデン大統領に、あんたの言うことを聞いてたら支持率下がっちゃったんだからなんとかしてよ。 って言ってもうバイデンはもうしょうがないな、のび太君はという感じで出してきた案がこれだということなんですね。ということは、えー、めぐみさんやね、その他の方々を犠牲にして自分の支持率を上げようとしてるっていうことなんですよ、岸田さんは。はい、でさらにですよ、さらにまた新しい情報ですが、もうすでに、えー、NH じゃないね、NHK NH みたいですね。えー、NK はですね、 NK で、ね、ノースコーリはです、ね、すでにもう日本のそんな援助などいらないと、まあ、あのどうも食料援助みたいなことが条件にあったらしいんですが、NK はですねすでにロシアからずいぶん大量の食料をもう得ていると、えー、小麦なりを得ていて、もう別に日本に頼る必要はないということらしいんですね。 まあ、あの武器を、まあ、だから弾丸をロシアに供与したということで、恩、ま、着、あね、せたということで、代わりに食い物をもらったと、だから別に日本に今頼る必要ないから、日本と交渉する必要がないんじゃないのとですいうふうにも言われているんですよ。ということでございまして、これだけの事件が起きてきた中、あーね、岸田さんにこう復活の支持率うが戻る、ね、目があるのでしょうか。 はい。皆さんはどのように思いますかえー、岸田内閣は支持なさいますかえー、与党自民党公明党を支持なさいますかということで、本日の動画ここまでとさせていただきます。はい。最後までご覧いただきありがとうございます。失礼いたします。